停車中の明智100系機動車駅構内にあった明智1系の廃車体車両基地明智駅は岐阜県江那市明智町445-2にある明智鉄道明智線の駅である。駅番号は1。明智線のすべての列車の始発、終着駅であり、駅近くには明智鉄道本社がある。駅周辺は旧江名郡明智町の中心市街地であり、住民が 大正時代の街並みを保存して観光資源として活用している日本大正村の玄関口である。同じ岐阜県内に同音同時の明智駅がある。終日駅係員配置駅。窓口営業時間は始発から最終列車発車前まで駅舎に接して一面一線の短式ホームがある。地上駅。校内に車両基地があり、車両の夜間大白もある。 また、多くの側線を有する。駅舎の隣には2012年、喫茶店や地元産品の販売コーナー、トイレを備えた、交流施設、明智駅前プラザが開設された。出展、岐阜県統計所デジタルアーカイブ、岐阜県より1936の1954年は、該当項目なし、1964年以降は、ネット未公開出展、えなし統計所より、 ハット ABCDEFGH 曽根悟ル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄26号長良川鉄道、明治鉄道、垂水鉄道、三木鉄道、伊勢鉄道、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年9月18日、12から13.17ページ。出典 えなしホームページ出展、明治鉄道ホームページ明治駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。